抜刀剣のドンと、はい、これ出ましたよ。出ました、すごい。はい、一戦、ね、今入った。え、一戦した。一戦はもう何やったら刀出してないぐらいの抜刀剣ですよ、名前。なんか変な動きしたよね、今。何何、なんかね、くるって回るの。三段突きっていうのもあるな。 ありますね、さっき紹介したこの PV で、ほらほらで今見れるやつは全部終わっ、あ、そう、それがさっき言ったノートですね。お前回転してマイクの線が見てる、こんな動きなかったやん。ほらほらあれ、今の。そうですね、こういうなんか専用の開脚ションっていうのは実は今までなくて。え、このステージは何？あ、これはもうすでに実装されてるマップです、ね、実装されてるステージ。はい、ほら、あ、一戦やったよ。そう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 、めちゃめちゃかっこいい。スンってなってたよ。そう、スン、派手だし、砂糖一みたいな。この動きの速さもなんかやってて爽快感あるよね。そうですね、攻撃速度は結構速い方ですね、うん、あ、確かにテンポすごい速いね、まあ、一応これ今の ASPD は上がってる状態なので、はい、まあ、実際ちょっとディレイはないんですけど、はい、あと、あの、先ほど紹介したあの免許室ってバフがあったじゃないですか、クリティカル率上げるってやつ、はい、ちょっとあのこれテスト版なので、今これ無限にかかってる状態になってるので、まあ、クリティカルが今ずっと出てる状態ですね。あ、なるほど。実際はこんな高くないです、はい、クリティカル率は。これはあの要は PV 用のそうです、はい、結構難しくて、これを撮影するために僕多分4回ぐらい死んだんですよ。マジっすか。じゃあ相当操作難しい、はい、でやってたらもうバフかけ直すのがちょっと大変になっちゃって、はい、もういいや無限にしたれっつってこれあくまでだけです、はい、PV 用ですけど、ね、あくまで PV 用です、はい、これは、はい、実際とちょっと異なる部分があるという感じですね。はい、はいはい、なのでね、こう結構高機動な動きをするのと、あと攻撃時に、はい、結構敵に向かって走っていくんですよ。他の武器って歩いていくじゃないですか。歩くというか、まあ抜刀するか踏み込んでいくんですね。そうです、踏み込みもあるんで、さっきスピードしてて走っていくみたいなね、上がってる感じが引っかかりましたけど、うん、ちょっと、あー、はいはいはい、なるほど。やっぱじゃあ近距離で攻撃特化というか手数とかね。ちなみにこの走っていくのもスキルなんですよ。これパッシブスキルで、今こうやって走っていくんですよ、こうやって、はいはい、なので、そうですよね、普通の移動よりちょっと速いじゃないですか。大体2倍ぐらいはあるのかな。2倍はないかもしれないですけど、まあ、まだちょっと調整中ではありますけど、まあ、全然違う、ね、武器って感じですね。結構近接武器ってその距離離れると近づくのにどうしてもリスクがあったんですけど、うん、そうですね、うん、追ってる間にまたすげえ移動されてみたいな、はい、ありますしね。一応これ今スキルにもそのスキル乗ってるんですけど、もしかしたらリリース時にはちょっと強すぎるって通常攻撃のみになる可能性もあるんですけど、なるほどなるほど。ちょっとそこは今調整、まあまあ、とりあえずはこんな感じでっていう、はい、これで遊んでいただければね、はい、はい、いいですよ。そう、一応この PV はそのさっき言った11種類のスキル全部使ってるんで、ね、使ってますね。三段突きとかなかったしね、はい、なるほどね、ちゃんと出てきますよ名前が。ちなみにこの一番上にあるその MP 消費3のスキルが、はい、リバイター粗品っていうのを使ってそれは僕が設定を間違えたやつです、うん、はい、マガタチっていうスキルがあって、はいはい、これめちゃめちゃ強いんで、なのでちょっと実際に実装されたらぜひ使ってほしいなと。あ、これ今使った、はい、使いました、はい、その実装言うとりますけど、これですね、これね、はい、鈴木 P、 どうした長島、はい、いつ実装されるんですかこれ。あ、聞いちゃいますそれ。そんなベタなことやらない今鈴木 P がやるわけで。あ、そう、いや本当にこれだってみんなもこんなん見せられたら待ち遠しいはずですよ。ですよね、はい、はい、そうですね、時期をぜひ教えてください。じゃあちょっと次のスライドいきますか。はい、